どうも、生涯収支マイナス2億円くんです。まあ昨日の動画でですね、今日の新潟記念と小倉2歳ステークスの改名を発表したんですけども、まあその予想が見事外れましてですね、まあもし僕が馬券を買っていたとしたら、まあ、めちゃくちゃ負けてたことになるんですけど、買いました。馬券を買いました。ボギー！なんやって？振り返りましょう。新潟記念、小倉2歳ステークス、まず。1着10、2着9。惜しい。そうか。これ珍しく紐抜けないよな。俺の本命のミルテンベルクは、9番。2着で来とる。おお。生まれんで勝ってたから、軸は来とんねん。相手、アスクワンタイム。誰やねん！アスクワンタイム？ビクドリどこ行ったん？何してんのこれ。10頭立てで外すもんね。あかんなあ。あかん。惜しいなあ。ミルテンベルクはね、さっき刺されたんか。ミルテンベルク、ちょっと解雇。解雇しましょう。レース解雇。お釣り君。まずまずのスタートから道中はいい感じの中段につけたミルテンベルク。3、4コーナー外をぶん回して癒し伸びてきた。最後わずかに刺されて惜しくも2着。アスクワンタイムが道中後方2番手。ミルテンベルクよりも後ろで競馬を進めて、3、4コーナーミルテンベルクよりもさらに外を回して飛んできた。ああ、そう。なんやねん、そいつ。新潟記念。1着。ノッキングポイントや、ほら。悩んだんよ、俺。ノッキングポイントの方が調教いいって言ってたもん。で、2着、ユーキャンスマイル。ユーキャンスマイルは抑えてんねん、俺。紐決着や。これやで。これでかいんちゃう？だってユーキャンスマイル穴やろ。7番人気、単勝 28.7 倍。馬連9210円ついとるかな。え？ 10 万ずつ買うから、いつも。9億？ん？ 100 円が9210円？ということは、1000円が9万、1万が90万、10万が900、900万円け。全然やん。そう、うわぁ、惜しいなサリエラどこ行ったん？マジで。サリエラ。出遅れ気味のスタートから道中は後方内側につけ、直線入るまでもまだ後方。直線入ってから中をずっと追いつけるか、じわじわしか伸びてこず見せ場なく終わり。マジ？マジで1秒もサリエラ効かんかったって。どこおったかもわからん。ユーキャンスマイルとノッキングポイント見事。でも正直、ノッキングポイントの方が調教良さそうやし、ね、夏場もなんか暑さにも強いみたいなの僕言ってましたけど、でも、いやー、北村。勇気なかったわー。舐めてたなー。なんでこんな時来んねん。馬めっちゃええ時来んのに、腹立つわ、マジで。まあ、というわけで、まあいいです。負けは負けやわ。競馬が一番おもんない季節が終わりました。来週から、ちょっと心機一転。まあ、心機一転というか、まあ、別に変わらないですけど、まあ、横君は。ちょっとまた頑張っていこうかなと思ってます。気持ちを切り替えるという意味でね。僕は競馬を引退しますが、また来週から競馬が面白い時期、みんなで楽しみましょう。えへへへ！うわぁ！